日本政府当局者が米外公使に匿名で寄稿した英語論文が、日米関係の専門家らの間で注目を集めている。トランプ大統領の外交政策には不満があるものの、中国に対決姿勢をとっている点で、オバマ前政権よりはるかに好ましいと主張する内容だ。11月の米大統領選でトランプ氏の再選を歓迎しているとも読み取れるが、米国の対中強硬路線の継続を期待する安倍政権内の空気を反映していると言えそうだ。論文は YAA と名乗る日本政府当局者が執筆し、4月に米外公使アメリカン・インタレスト電子版に掲載された。YAA 氏の正体は不明だが、日米の外交関係に精通しており、外務官僚の可能性がある。論文はトランプ氏について、様々な欠点があるが、日本にとっては、中国の挑戦を正しく理解する人物がやっとホワイトハウスに現れてくれたようだと指摘。同盟国にも経済的圧力をかけるトランプ氏に強い不満を示しつつも、中国に対する米国の強硬姿勢は、その他のいかなる要素よりも重要だと主張した。これに対し、オバマ政権は、中国が責任あるステークホルダー、利害関係者、に変わると信じて関与、エンゲージメント、政策を続けた。論文は、オバマ政権がリベラル派知識層の主張をそのまま実行していたことを批判し、同政権が中国との協調を模索している間、中国は尖閣諸島周辺への艦艇派遣や、南シナ海の人工島造成などの行動をとっていたと指摘した。その上で、論文はきちんと実行される曖昧戦略より、実行がお粗末でも正しい戦略の方がいいと、トランプ政権には問題が多いが、正しい対中戦略を持っている点を評価。トランプ以前の世界に戻りたいか。多くの日本の政策決定者にとって、その答えはおそらくノーだと述べ、大統領選で政権が変わり、米国が再び対中関与政策に戻ることに強い警戒感を示した。民主党のジョセフ・バイデン前副大統領が当選しても、関与政策に戻るとは限らない。それでも、YAA 氏は、バイデン氏よりトランプ氏の方が日本にとって好ましいと見ているのは明らかだ。論文はまた、台湾、フィリピン、ベトナム、インドなどのアジアのエリート層も、米国が関与政策に戻る危険性と比べれば、トランプ氏の予測不能で取引中心のアプローチの方がマシだと判断するようになっているとの見方を示した。